ボロジノの戦い、1812年9月7日、ユリウス暦8月26日は、1812年、ロシア戦役、ナポレオン戦争における戦闘の一つである。フランスでは、モスクワ側の戦い、とも呼ばれる。モスクワ西方のボロジノ近郊で、フランス皇帝ナポレオン一世率いる大陸軍、フランス軍を中核とするヨーロッパ諸国連合軍とクトゥーゾフ率いるロシア軍との間で戦いが行われた。両軍ともに甚大な損害を出したものの決定的な勝利は得られず、ロシア軍の戦略的撤退によって戦いは収束した。1812年6月23日、ナポレオンのロシア遠征が始まった。ロシア軍総司令官バルクライは、焦土戦術を実行しつつ、数回にわたって防衛陣地の構築を試みたが、大陸軍の進行速度があまりにも速く、退却を余儀なくされた。バルクライは戦うべきだとする政治的圧力に押されて、総司令官職を解任され、後任にクトゥーゾフが就任した。だが、クトゥーゾフも、大陸軍との早急な決戦で無益な犠牲を被ることの愚かさを理解していた。そこで、クトゥーゾフは大陸軍をモスクワ西方 100km まで引きつけ、スモレンスクからモスクワに至る街道上の町ボロジノで迎え撃つこととした。ロシア軍は9月3日から陣地構築を開始し、ライフスキー革命補とを構築して大陸軍を待ち構えた。ナポレオン軍の予定進路の南側に広がったロシア軍の初期位置はその左翼をシェバルジの革命補で固定されていたロシアの将軍たちは左翼が敵に露出しすぎて脆弱であることをすぐに認識した。そこでロシア軍は前線を後退したが革命補に守備兵を残した。これはクトゥーゾフが大陸軍の進軍を単に遅らせるために革命補を守備すべきと主張したのである。歴史家によれば革命補は大陸軍の進路を決定するための観測点として利用された。多数の歴史家によれば当時の下方の有効射程外であったにもかかわらず革命補は大陸軍右側面の脅威に備えるためであったとされる。ロシア第一軍の参謀長は回想録の中でロシア軍左翼は大陸軍が想定より早く到着した時点で転進中であったと語っていた。このようにシェバルジノの戦いは、ロシア軍左翼の配置転換を安全に行うための時間稼ぎになった。革命補の構築とその目的に関しては、今日に至るまで歴史家の間で論争が続いている。戦闘は9月5日、ジョアシャンビュラ王の大陸軍が、帰化のロシア軍と大規模な騎兵戦で衝突して、始まった。ロシア軍は側面を脅かされて、結局の戦まで撤退した。戦闘は翌9月6日に再開したがこのブニツィンは総督ウジェーヌ・ド・ボアルネの第4軍団が到着すると側面を脅かされたので再び撤退した。ロシア軍はシェバルジの革命補に後退し、そこで激しい白兵戦が演じられた。ミュラ王はナンスキの第1騎兵軍団とモンブルーンの第2騎兵軍団を率いていた。それらの騎兵軍団は革命補に対面していたダブの第一歩兵軍団のうち今般の師団によって支援されていた。同時にポーニャトフスキの歩兵部隊が南方からその陣地を攻撃した。ロシア軍はクトゥーゾフが個人的に命じるまで撤退を拒否したので戦闘は激しく極めて猛烈になった。死傷、大陸軍4000から5000人、ロシア軍6000人の犠牲の上に大陸軍がシェバルジの確保を占領した。小さな革命補は破壊され両軍の死傷者で覆い尽くされた。西方からの予期せざる大陸軍の進軍とシェバルジの革命補の陥落によってロシア軍の陣形は回覧した。防御陣地の左側面が崩壊したことによってアキツェ村を中心とする新陣地を築きつつ、ロシア軍は東へ退却した。このようにロシア陣地の左側面は、側面攻撃の格好の餌食となった。ロシア軍は、ボロジノに、陸軍部隊12万と、野砲640門を集結させた。他に予備兵力として民兵が後方にあったが、戦闘には参加しなかった。ロシア軍はバルクライの指揮する翼をカラチャ川沿いに配置し、中央部をライフスキーが守る角面砲、左翼をバグラチオンが守る突角砲、その外側を森林で防御する体制であった。大陸軍は兵力13万3000、野砲587門を集結させ、北からウジェーヌの第4軍団、ネーの第3軍団、ジュノーの第8軍団、ダブーの第1軍団、ポニャトフスキの第5軍団を配置した。戦闘開始前、ダブーはロシア軍の左翼を南から迂回する作戦案を提言したが、ナポレオンはロシア軍左翼への正面攻撃を命じた。これはナポレオンらしからぬ単純すぎる作戦計画であるとも言われるが、ロシア軍を1日で撃滅する決定的勝利を期としたものとも言われる。なお、この日のナポレオンは高熱に侵されており、このことがナポレオンの指揮の不徹底さや作戦計画の単調さの理由であるとも言われる。9月7日午前6時、大陸軍はロシア軍左翼へ向けて前進を開始した。ライフスキー革命歩へのウジェーヌ軍団の攻撃は大きな損害を出して失敗し、その他の軍団の前進も停滞させられた。午前10時までに戦闘は甚大な犠牲を伴う消耗戦の様相を呈していた。大陸軍ではネーが負傷し、ロシア軍ではバグラチオンが瀕死の重傷を負った。正午過ぎ、バグラチオン突角砲に対してミュラが不評と騎兵の合同による突撃を仕掛け、これを奪取した。しかし、ロシア軍も隣接する高地から猛烈な砲撃を浴びせた。ミュラはナポレオンに対して、この軍団を増援に投入するよう要請したが、この日決断力を欠いていたナポレオンは、要請を拒否した。午後3時、ライフスキー革命歩への大陸軍の攻撃もようやく実を結び、コレンクールの騎兵連隊が突入に成功した。コレンクールは戦死したが、ライフスキー革命歩は占領された。こうして、ロシア軍の第一線陣地は攻略されたが、その背後には、バルクライの右翼部隊が戦線を構築し、それ以上の前進を阻んだ。ロシア軍の態勢は全く崩れていなかった。午後5時までに、両軍とも弾薬を消耗し尽くし、戦いは収束した。戦死傷者は、大陸軍3万3000、ロシア軍4万4000に及んだ。両軍ともに決定的な勝利を得られないまま、クトゥーゾフは、ロシア軍に撤退を命じた。ロシア軍の撤退によって、道は開かれ、大陸軍は9月14日にモスクワに入城した。しかしナポレオンは開戦における決定的勝利をついに得られないままであった。陸軍部隊が健在のロシア皇帝アレクサンドル一世は和平交渉を拒否し、10月19日、ナポレオンはモスクワからの撤退を余儀なくされた。その帰途、大陸軍は冬のロシアで壊滅する。ボロジノの戦いは、トルストイの戦争と平和でもクライマックスの一つとして描写されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。